お集まりの皆様、こんにちは。こんにちは。はっ。ただいまご紹介に預かりました島根県立大学よさこい東蘭です。本日は15代目オリジナル楽曲臨床を披露させていただきます。5000円のほどよろしくお願いします。それでは参ります。定めしよりに誘われ、今宵回戦の鐘が鳴る。胸にとどまるはあの日の約束。これはある剣士と娘の恋の物語。悲しく愛しい物語がここに幕を開ける。今は昔、人と人とがつつましく生きる時代。蒲田の御山が連なる麓に小さき村があった。本日は九州合祭のご開催、誠におめでとうございます。この度演舞いたしますのは15代目よさこい東蘭臨床。我らが語る儚き恋文、ぜひご覧ください。行くばっか歩むと娘が一人肩を落としてうずくまっておりました。四国四州三国非道、この地に現る鬼どもは富や作物を奪い取り村を襲いて荒らし、次に捧ぐはこの我が身、己の運命を悟り俗世に別れを告げんとする姿に悲しきかな。剣士は強く胸打たれ、思い人との未来を心ひかたに誓うのでした。悪しき風習を断ち切るためにこの地へ来た。覚悟ある者は私についてこい。その言葉に鼓舞され人々は立ち上がる。そしてついに秋襲来の音とともに赤い月が空を覆い尽くす。幾多になり響く幾多の剣撃、その身に背負う皆の命。この因果に終わりを告げる攻撃。さあ枯れ焼き青を探せ。せーの、探究論東蘭。全ての思いを一撃に込め、剣士は太刀を振りかざす。最後まで見てくださった皆様に感謝の思いを込めて礼。ありがとうございました。はっ。今日の最後まで笑顔で撤収。はい。
ありがとうございました。ありがとう。